皆さんこんにちは。今回もエビワラ足張り、やっていきますよ。まあね、前回までは思うような戦いはできなかったけどね、そろそろ調子を上げてくるんじゃないかと思います。まずは手始めに、榊さんと戦ってみようと思います。前回のパートで、私含め、多くの視聴者の方が、炎のパンチの強化力に、驚いたと思います。ですが、あの後エリカの使ってくるモンスターの種族値を見たところ、どのモンスターも、特殊種族値100を超えていました。そりゃあダメージも通りませんよね。あれは、亀田大輝が弱かったのではない、エリカ様の使ってくるポケモンが強すぎただけなのだよ。ね、今一つなのに、結構なダメージが通ったでしょ？これが本来のエビワラーの実力なのですよ。さすがエフェクトガードさんや、いかなる時も、エフェクトガードを使うのを忘れない、トレーナーの鏡ですわ。あ、そうそう、パート1の時に、バグも駆使して戦うと言いましたが、そのバグというのは、今のところでカウンターを使うバグのことです。知ってる方も多いかもしれませんが、道具を使った時にカウンターをすると、なぜか一撃で死ぬというものがあります。そんなに使える場面は多くないと思うので、可能なところでは使っていきたいところです。やはり榊さん相手には、手こずるということはないですね。この段階では、手こずりようがないんですけどね。まあ、多分一度も手こずらずにクリアしちゃうんじゃないかと思います。冗談抜きで、負けようがない相手ですからね。余裕余裕、負ける要素が全くなかった戦闘でしたね。ということで、榊、撃破です。この分だと、おそらく2戦目は、カットされちゃうんじゃないかな。シルフスコープを手に入れたので、次はシオンタウンに行って、ライバルと戦っていくことにします。まあ、まだまだレベルでは圧勝しているので、負ける要素はないですね。正直ここに関しては、もう少し早く来るべきだったんでしょうけどね。毎回プレイするときに、後回しにしてしまいます。非プレイだと、行く意味がない場所だということが分かってますからね。これは中ポケの火力ですわ。1ドットだけ残ってますが、実質一撃で倒してるような火力ですからね。さすがエビワラーさんや。これならライバルに手こずるということはないですね。手こずったのでカット。いや、違うんだよ。手こずったんじゃないんだ。まさかララドスがこの時点で、ハイドロポンプを打ってくるとは、知らなかったんだよ。ググってみたら、初期技にハイドロポンプがあるせいで、この時点から使ってくるみたいです。バイビー。うおおおお、冷凍パンチ、来たぞおおお。これさえあれば、もはや四天王など、負けようがないですわ。とりあえず、連続パンチは使う理由がないので、忘れさせます。いやー、今では考えられませんが、この時代は吹雪全盛期でしたからね。吹雪と同じタイプの氷技なんです。弱いわけがないでしょう。相当テンションが上がってしまいました。失礼失礼。高速移動必要か？と思う方もいるかもしれませんが、まだ必要だと思っています。昔の経験から言うと、夏目やライバルの風鈴に痛い目を見ると思うので、まだ覚えさせておきます。まあ、夏目に関しては、積む余裕があるのか微妙なんですけどね。5本5本。さて、強戦、行ってみましょうかね。今日に関しては、負ける要素がないんじゃないかと思います。
パンチ攻撃で弱点をつくことはできませんが、かといって相手から抜群を受けるわけでもないので、余裕なんじゃないかな。相変わらず、顎長いな。ということで、挑戦です。今日は、毒タイプを使ってくるジムリーダーです。毒タイプは初代で猛威を振るっていたエスパーが弱点なので、大したことはないですね。ふん、今日よ、にわかか？エビワラーは、特性鋭い目を持っているのだよ。煙幕なんて、聞くわけがなかろう。鋭い目の存在、すっかり忘れてたよ。こんなところで役に立つとはね。いけるやん、さすが急所ハンター、亀田大輝ですわ。あ。ダメみたいですね。これは正直、勝てる要素がないです。初代の小さくなるは、シャレになりませんからね。これだけ積まれてしまうと、もうどうしようもないです。特性鋭い目とか適当なこと言いましたが、煙幕も食らっているので、当たるわけがないです。汚いな、さすが忍者汚い。久しぶりに、今日の戦術にまんまとハマってしまったよ。こうなってしまうと、一番強いジムリーダーは、今日なんじゃないかとすら感じてしまいます。こうなってしまうと、もう諦めムードです。カットしちゃってもいいレベルなんですが、せっかく京さんが珍しく本気を出しているので、活躍ぶりを動画に残しておこうと思います。これ行きました。まあ、これは仕方ないですね。戦術が悪いだとか、そういうレベルの戦いじゃないですからね。さて、2戦目です。作戦は、特にありません。私にできることは、煙幕をされたり、小さくなるをされまくって攻撃が当たらなくなるとか、そういう展開がないように、祈るだけだよ。本当にここに関しては、今日の気分次第で勝敗が決まりますからね。オケオケ。やっぱりメガトンパンチは、命中が不安ですね。しかも今日の使ってくるポケモンは防御力が高いので、特殊である三色パンチでも、そこそこ火力が出ますからね。弱点の時だけでなく、命中が不安に感じた時も、ガンガン使っていっていいと思います。おお、ナイスだ亀田大輝。ちゃんとやる気を出せば、しっかり当てられるじゃないか。メガトンパンチでもやればできるのだよ。正直怪力に変えようかと思ってたけど、まだまだいけそうですね。なんで関東のジムリーダーは、こんなにドーピングが好きなんでしょうね。どう見ても、ターン数を無駄にしているように感じるんですが。やったぜ。エビワラーの耐久なら、余裕で耐えますわ。ね、またフラグかよ、とか思ってた人、残念でした。エビワラーはどこぞの蜂と違って、物理耐久はかなり高いですからね。爆発を耐えることなど、どうということはないのさ。さて、まだ動画時間で10分も経っていないので、シルフカンパニーを攻略していきます。多分一番簡単なルートを通っていくので、視聴者の方がプレイするときの参考になればと思います。
これで、カードキーを、ゲットできます。簡単でしょう？この場所からライバルのいる場所へも、簡単に行くことができます。このシルフカントニーにはたくさんアイテムが落ちていますが、それらのアイテムは、榊をやっつけてからゆっくり回収したらいいと思います。敵と戦う必要もないので、楽に探索ができますからね。ね？あっという間でしょう？ 3 階に着いたら突き当たるまで下に歩いた後ひたすら左に行き、カードキーをゲットしたら一番近くのゲートを開けてワープし、そこから左に手をついて歩いていけば、あっという間に到着します。またライバルがギャハハとかいう、おかしな笑い方をするようになってしまったのか。どうしてゲイフリさんは、ライバルにヒャハハなんて言わせたんだろうね。さて、シルフカンパニーでの、ライバル戦です。敵のレベルもだいぶ亀田大輝と近くなってきていますが、まだこちらの方が勝っているし、何よりエビワラーは種族値が高いので、なんとかなるんじゃないかと思います。さすがにこの時代の翼で撃つは、この程度ですね。威力35ですからね。本当にこの時代のピジョットは、取り柄がないですよね。正直同情しちゃうレベルです。いやステータス自体は悪くないんですが、これといった技を覚えないというのが辛いところですね。ピジョットは、余裕で突破です。三色パンチも、なかなか火力が出てましたね。うん。これは、エビワラーが悪いんじゃない。この段階でハイドロポンプを、撃ってくる、ギャラドスが悪い。そうは思わんかね諸君。ということで、2戦目です。ギャラドスなんて、雷パンチを覚えてしまえば負ける要素がないんですが、少しばかり、敵との戦闘を避けすぎてしまいましたね。このライバル戦前で雷パンチを覚えさせることによって、いかにエビワラーが強いかを見せるべきでした。低レベルクリアを目指そうとしすぎですね。失礼、えへへー。これがうまいんすよ。氷状態になってしまえば、こちらのもんですからね。この隙に、やりたい放題してしまいます。まあ、相手が凍っているわけだし、外しても構わんさ。凍り上がれ。やっぱりメガトンパンチがナンバーワン。今の冷凍パンチの威力は、さすがにひどかったよ。それにしても、敵の AI には、ムラがあるみたいですね。なぜかはわかりませんが、竜の怒りしかしてこないみたいです。これなら普通にいけそうですね。ハイドロポンプを撃ってくれば普通に負けるのにしてこないとは、スピアーさん、優しすぎる。はい、ギャラドス。突破です。こうなってしまえば、あとは余裕ですね。弱すぎる。毎回思うんですが、
ここのガーディーだけ、いつも拍子抜けですよね。一度も強いところを見たことがないんですが。てか、一番最後のウィンディー戦ですら、手こずったことがないです。大文字とか火炎放射とか、必要な技を覚えてませんからね。負けるわけがありません。しょぼ。若干、辛い戦闘になってきましたね。正直自分の中では、3色パンチは確定3発にできれば十分、という考え方が生まれてきているのですが、それすらできないとなると、さすがに辛いです。またちょっとだけ残してしまったか。亀田大輝よ、これは、ある種の才能かもしれないな。とどめは傷薬ってお前。さすがにもう少し、いい薬があったと思うんだが、こういうことされると、本当に八百長を疑われてしまうから、本気を出してくれよな。お、来たー。最後の三色パンチ、雷パンチを、もう覚えてしまうのか。これでもはや、怖いものなどないですね。動画的に三色パンチを揃えて戦っていくのが理想だと思うのですが、正直な話、霞戦やエリカ戦を経験した結果、今回そんなナメプをするほど余裕がないということが分かってしまったので、申し訳ないですが、炎のパンチを消すことにします。バイビー。よし、榊をサクッと突破したぞ。序盤で言った通り、榊はカットしちゃいました。だって、しょうがないじゃない。ご覧の通り、ノーダメージで勝っちゃったんだもの。冷凍パンチを手に入れた今、榊など敵じゃないですからね。さて、本日の大一番、夏目戦、行ってみましょうかね。正直勝ちの目は薄いですが、相手は全体的に防御が低いので、メガトンパンチを当てていけば、勝つことも可能だと思います。さあ、夏目戦です。BW2 のポケウッドでは、大変お世話になったキャラクターです。使ってくるモンスターは、ユンゲラー、バリアード、モルフォン、フーディンです。基本的に防御が低いモンスターが多いので、勝てなくもない相手といった感じですね。バリアーなら、まあ大丈夫でしょう。ここまで削っていれば、もう一発でいけますね。オケオケ。念には念を入れて急所に当てるとか、さすがですわ。モルフォンの再起光線でも、ここまで食らってしまったか。若干まずい気がしますね。でもエビワラーなら、きっとなんとかしてくれるはず。はい。来たー、耐えたー。これはいける、これはいけるぞー。しかもリフレクターしてきたー。これは勝てるぞー。外すなやボケー。こんなチャンス、もう二度とないやろがー。試合の勝敗に関わらず、夏目からバッジをもらえるということは、両陣営と JBC の共通認識だった。というわけには、いきませんよね。リセットしてきました。ここに関しては、仕方ないですね。あの状態で進めたことがないのでよくわからないのですが。
万が一最後にバッジを見せていくところでダメだと止められてしまったら、済んじゃうんじゃないかという気がするので、ちゃんと戦うことにします。急所に当たらなければ、きっと耐えてたから。さて、本番行ってみたいと思います。戦術と呼べるほどの戦術はないですが、戦闘中のどこかで、高速移動を積んでおく必要があるな、ということだけは感じたので、気を見計らって、積むことにします。ユンゲラーに関しては、特に何もないですね。確実に先手を取れ、一発で仕留められる相手なので、ここは普通にやっつけて正解だと思います。積むとしたら、このバリアードのところしかないですね。バリアードは、バリアーなど、しなくても良い技をしてくることが多いので、ここで積んでいきます。ね、さすが初代の AI、としか言えないような行動を、繰り返してきます。こうして考えると、初代だからこそできることというのも、かなり多く感じますね。とはいえ、さすがに積まれすぎですね。大器よ、こういうところは、急所に当てていいのよ。本当に、敵の AI がひどすぎますね。ああそうか、バリアーも光の壁も、こちらの弱点であるエスパータイプ技なので、もう使う必要がなくても連打してくるんですね。使用の穴をつけば、念力をまともに打たせずに倒すということも、可能のようですね。よしよし、バリアードさんのおかげで、高速移動も積みつつ、体力も全開で戦っていけます。やはりどのジムリーダーにも、こういう隙のあるモンスターがいるみたいです。霞の時だって、高速移動を積んだりできましたからね。確定3発なら、余裕ですわ。できることなら、しっかりとメガトンパンチを当ててほしいんですけどね。よしよし、若干削られてますが、モルフォンは突破ですね。封印に関しては、大気の底力にかけるしかないです。じゃあ、おらー。急所に当ててしまえば、封印などこの程度の相手なのだよー。ということで、大気の右ストレートを華麗に急所に決めて、夏目撃破です。ということで、華麗に夏目に勝利したところで、今回は終わりにしようと思います。鬼門と思われた場所を突破できたので、あとは四天王制覇まで、駆け抜けるだけですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。